まあ、冒頭であのメンタライジングっていう聞き慣れない言葉を言ったんですけども、うんうんうん、共感っていうのは、まあ、この男女で違いますねって言った共感は、うん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 、ネズミや猿など社会性の動物に広く見られるが、うん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 、実は社会を作る上で人にしかないとされている能力があると、うんうん、それがメンタライジングだ、うんうんうん、メンタライジングは相手の心を理解することだ、うんうんうん、これを情動的共感と認知的共感とに区別することもあると、うんうんうん、共感とメンタライジングは脳の異なる機能だが、うん、しばしば一緒くたになって混乱するよねと、うんうんうん、また実験、うん、幼い子供を被験者に、うん、サリーとアンの指人形を使った有名な実験があると、うんうん、はい、イメージですよ。最初に、うん、サリーが、うん、じゃあ僕サリーです。サリーが登場して、うん、カゴにおはじきを入れて、うん、舞台を去りました、うん、そうするとアンが登場して、うん、アンは僕がカゴに入れたおはじきを出して、うん、箱に移し替えます、うん、でもう一度サリーが戻ってきた時に、うん、この見ている子供たちにね、サリーは、うん、おはじきを見つけようとしています、うんうんうん、どこを探すでしょうっていうのを質問すると、うん、3歳までの子供たちは、うんうん、この課題に箱の中を見ると答えると、うんうんうん、なぜならおはじきは実際そこに入ってるから、うん、それを見てた見てたから、うんうん、ただ4歳を超えると、うん、サリーが探すのはカゴの中だよ、うん、って分かるようになると、これは自分たちの知識は、うん、サリーの心の状態、うん、おはじきをカゴの中に入れたサリーの心を知ってるから、うん、このカゴを探すっていうのが分かると、うん、これがメンタライジングだ、うんうんうん、あ、こっち探すよねって、はい、うん、これがメンタライジングだと、うん、相手と自分の気持ちを重ね合わせる共感とは異なると、うんうんうん、乳児は泣いている隣の乳児を慰めようと共感する、大変そう、共感するが、その子の気持ち、なぜ泣いているのかは理解していない。確かに。でメンタライジングは社会生活を送るのに必須の能力だが、他の認知課題には何の課題もないにもかかわらず、他者の心の状態を類推するのが困難な人たちがいると、うんうんうん、これがメンタライジングが苦手な人、はい、ってことですよね。自閉症で、うん、イギリスの発達心理学者のサイモン・バロン・コーエンは、うん、自閉症者はメンタライジングの能力が欠けているとして、うん、これをマインド・ブラインドネスと名付けたと、うんうん、この見えないバロン・コーエンさんはメンタライジングを4つの機能で説明している、うん、1意図の検出、動きから目的を推測する、うん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 、2視線の検出、うん、目の動きから相手が何に注意しているかを推測する、うん、3注意の共有、相手が見ているものを自分も見ることで注意を共有する、うん、心の理論、うん、これらを統合して相手の心を推測する、うん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 、自閉症の特徴としては、うん、相手の視線をモニタリングできないと、うん、喫茶店で話をしているときに相手が、うん、ってやると、うん、多分見るんですよ、見る、うん、これを注意の共有だが、うんうんうん、自閉症者はこの反応がほとんどないと、うんうん、目の見えない子供にお母さんに自動車を見せてってやると、うん、右手を持った自動車をこうやってやるんですって。目の見えない子は、目の見えない子は、うんうんうん、それは見るっていう意味がわからないから、うんうんうん、こうやってやってしまうと、うんうんうん、ただ見るということがどういう感覚かがわからないにしても、うんうんうん、見るっていうことが何を意味してるのかを正徳的になんとなく知ってるから何かをやる、あ、まあ、どこに出すかわからないけ ど, いけど、とりあえず何かをやろうとするのは、うん、あの寄り添おうとはしているが、うんうん、一生懸命考えてこれで見えるかみたいな。自閉症の子は、うん、視覚に何の問題がなくても、うん、これが正しく対処できないと、うん、で
なぜこのようにするかは、うんうん、遺伝子や脳の機能からさまざまな研究が進められているが、うんうん、このメンタライジングは、うん、個人差だけとっても、うん、共感力っていうのとメンタライジングっていうので、うん、4つのパターンに分けることができるっていうんですけど、うん、4つのパターンというのがこちらですと、はい、共感力も、はい、メンタライジング能力も高いのが、うん、この子は最も高社会性に優れている、コミュ力が高い、メンタライジングも高くて共感力も高いっていうのはこの現代社会ですね、はいはいはい、に優れている、まあ、このタイプは最近ではコミュ力が高いと言われると。でこの対極にはメンタライジングも低い、低くて共感力も低い、コミュ力が低い、はい、はい、4番がいます、まあ、一応番号振るの忘れました、はい。でここはコミュ力が低く極端になると、うん、一般的なコミュニケーションすら困難になり、はい、社会生活に重大な支障をきたすだろうと、うんうんうん、これが自閉症だと、うんうんうん、自閉症だから、まあ、うん、一般的にコミュ力が低いとは違いますね。自閉症レベルって話ですよね。そうですね、うん、でね図で言うと、うん、ここに自閉症があります、はい、はいはいはい、ここの点ですね、うん、ここの極北が自閉症になりますと、はいはいはい、あその辺が、あ要はこの辺っていうか、まあ、ここの共感力のここと、うん、メンタライジングのここですね、うん、ここが自閉症になりますと、うん、で近年では自閉症はスペクトラム連続体とされ、はい、うん、程度の問題ってやつですよね、まあ、共感力の高い自閉症もいると、うんうん、でこの両極端のパターンは分かりやすいが、うん、実は異なる2つのパターンがあり、うん、メンタライジングが高くて共感力が低い人をサイコ、うん、共感力が高いけどメンタライジングが低い人をアスペと呼ぶと、うんうん、アスペはアスペルガー症候群の略で、うん、自閉症スペクトラムのうち、うん、知能や言語能力に問題がなく、うん、時には平均よりも高いと、うん、が社会コミュニケーションのみに困難があるタイプだと、うん、というのがあると、はい、ここで出てくるのは、うん、まあ、例としてレインマンっていう映画で、はい、ダスティン・ホフマンが、うん、あのサバン症候群なんですけど、はいはいはい、要は見たものを全部覚えちゃう、うんうんうん、っていう役をやるんですが、うん、これに興味、あれ実在の人なんですけど、はい、それに興味を持った、うん、アメリカの女性の動物学者の人が、うんうんうん、我自閉症に生まれてっていう本を書いたんですけど、うん、でこの人が書いた本を疑問に思った人がですね、うん、オリバー・サックスっていう神経学者がいるんですが、はい、うん、その人が、このグランデンさんっていう人を訪ねた、うん、で話を聞くと、うん、アメリカの女性動物学者、うん、テンプル・グランデンさん、うん、我自閉症に生まれての人ですね、うん、その人は子供の頃にたくさんの本を読んだが、うん、ギリシャ神話には当惑するばかりで、うん、ロミオとジュリエットは彼らが一体何をしているのかがさっぱりわからなかった、うんうん、でハムレットになると、うん、もう話が行ったり来たりして、うん、もう訳がわからない、うん、でこの動物学者のグランデンさんは、うん、単純で力強く、うん、普遍的な感情なら理解できるが、うん、複雑な感情、うん、いや騙し合いとかになると、うん、もうお手上げで、うん、そういう時私は火星の人類学者になったかのような気持ちになりますと、うん、人間の気持ちがわからない、うんうん、が、うん、そのグランデンさんの話で興味深いのは、うん、動物なら共感が抱ける、うん、そればかりか小豚を使った実験では、うん、なんかこの気立てが良くて明るい小豚を好きになり、うん、脳を調べるために、うん、犠牲にしなければならない動物が出ると、うん、おいおい泣くほど傷つくっていう説明がされていて、この動物の気分や仕草なら直感的にわかるのに人間の心理が全く理解できないっていう人がいて、まあこれをその共感とメンタライジングっていうので分けると、共感はあるけど、共感はあるけどとか、このメンタライジング、そうですね、推測ができないって話ですよね。あのメンタライジングが高いくても、はい、コミュ力が高いのとサイコの人がいて、うん、共感力が低い人がいて、うん、気持ちが分からなくても共感できる人と、うん、全く共感できない人がいる、う
この理解、頭で理解できないけどって話ですよね。理屈なんとなく、あ、だから動物的って感じですよね。このメンタライジングってまあなんか推測なのかなって思ったんですよ。なのでこう悲しそうな人を見て、はい、悲しいって自分も感じるのが共感じゃないですか。うん、二等兵がよくやるやつですよね。はい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 。でこうなんか悲しく、自分も悲しくなったりする、はい、っていうのが多分共感力みたいな、はい、で多分僕はその辺何も感じないんですよ。ワイドショー見てる人ですもんね。ワイドショー何も感じずに見れます、はい、あれも僕一切見れないですから。あ、かわいそうだなって推測でなんかメンタライジングしてるんですよあ、かわいそうだな、かわいそうな事故だなみたいな、こういうのなくなるといいよなって。でも悲しくはなってないですもん。あ、そうですねてと僕は、うん、メンタライジングは低いかもしれないけど、はい、共感力が高い、うん、誰がアスペじゃでもこうアスペ、本当のアスペ、なんか自閉症とか出すとまた違う気はするんですよね。自閉症の子供を持つ人とか、はい、結構知り合いにいて、はい、なんか本当にこう本当の自閉症、アスペルガーじゃない自閉症、はい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 、両方とも低いって人は本当に何も理解しないみたいな人の気持ちとか。あ、なるほど。だからこうこの時はこうやるって全部教えないとそれをできない。他の人を見ながらなんか同じように行動したりするのが全くできなくて。自閉症やアスペルガー症候群の特徴としては、うん、嘘がつけないっていうのがあると、うんうん、嘘っていうのは相手の心を理解した上で、うん、それを自分にとって都合のいい方向に誘導しようとすることだと、うん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 、そのためには高度なメンタライジング能力が要求されると、うん、そうですよね。このアンとサリーの問題のように、うん、この問題に正解できない3歳児は嘘がつけない、うんうん、だからあの当然メンタライジング能力に障害を抱える人たちも嘘がつくことができないと、うんうん、だからあの人前で裸になったりする、恥ずかしいとかいう感覚がない、あから脱いでも別に何にも感じない、人に女の子を触られても何も感じないから、周りの人がそういうことがダメだよって教えなきゃいけないっていう、この障害施設やってる知り合いとか。なるほどなるほど、うん、なんでこのメンタライジング能力には個人差があり、うん、この能力が高い子供は、うん、そうでない子供よりも人間関係にうまく対処でき、うんうん、友達が多いとの研究もあると、うん、これは良いことに思えるが、まあ、同時に嘘をつくようになる、うんうんうん、っていう問題もあるよねっていう、うん、でまたこのサイコは社会的経済的に成功できるっていう項目があるんですけど、うん、まあアスペが共感力は高いがメンタライジング能力が低い人たちだとするならば、うん、サイコっていうのはメンタライジング能力は高いが共感力が低い、あ、やっちゃったごめんなさい人たちのことだと、はい、でこの共感力な顕著、うん、共感力って要は差があるよ、はい、男女で性差があるよって言ったんですけど、なんでサイコは男に多く女性に少ないとされていますね、うんうんうん、この場ではこういうことしちゃいけないっていうのは理屈として分かって、こういうふうに寄り添った方がいいとか、はい、こういうこと言うと傷つけるっていうのは理屈として分かってるみたいな感じですもんね。サイコの割合はどれくらいなんだろうと、うん、定義にもよるが、うん、共感力が正規分布っていうのはベルカーブです、はいはいはい、するとして、うん、女性同士では平均より1標準偏差強化力、うん、共感力が低いと冷たい、うん、いや自分よりも1差があると冷たいとか、うん、気持ちがわからないって感じるとしようと、うん、この場合女性のおよそ 15% が共感力が低いとみなされることになると、うん、これちょっと僕理解してないけどそのまま読みますね、はい、でこれも推測だが、男女の共感力が1標準偏差離れていたとすると、うん、女性は男性の2人に1人を冷たいと感じる、うん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 、この性差が2標準偏差なら、うん、付き合った男の8割、うん、5人のうち4人に、うん、私の気持ちを分かってくれない、うんうんうん、という不満を持つだろうと、うんうんうん、これは、まあ、大雑把な試算だが、うん、まあ、そう思う人も多いんじゃない、うん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 、でそうなると大半の男がメンタライジング能力があっても、うん、共感力の、うんうんうん、低いサイコになっちゃう、うんうんうん、まさにその通りで、うん、サイコは障害ではなく、うん、男のごく普通のパーソナリティだと主張したいと、うんうんうん、アスペは高い共感力で、うん、他人とつながることができても、うん、相手の心を理解できない、うん、メンタライジングが低いので、うんうん、極めて困難な状況に置かれることになる、うん、要は成熟し高い知能も常識もあるのに、うん、なぜ泣いているのか、
なぜ怒っているのかが理解できない相手に対してどう接していいのかがわからない、うん、だから一緒にあたふたするみたいな感じですかね。あでも俺じゃあそこまでひどくないな俺それに対して相手の気持ちを感じることができなくても、うん、心を理解することができるなら、うん、まあ少なくとも最低限の社会的コミュニケーションが成立させることができる、うんうん、あなるほどね、うん、なんでメンタライジング能力さえ高ければ、うんまあ、その場限りの人間関係なら問題なく、よくあの岡田さんがやるやつですね、サイコだから、うん、そうだからあの深く付き合うと傷つけるみたいなそうですね、うん、ただなぜ傷ついてるのかが分かる、うん、分かるから分かる人、うんうん、はい。でもこう本当に共感してないからめんどくさいなって時はめんどくさいなが出るんじゃないですか、はい、僕は逃がせないよそういうのはそういう態度は逃がせないよ。だから冷たい人って見られるとか。そうですね、うん、ただまあその、まあ、ここで描かれるのは、まあ、全部はもう本当これ本よも面白いので、はい、読んでいただくとあれなんですけど、うん、リーダーにするのは、うん、やっぱりこのサイコの傾向が強い人を、はい、うんうんうん、より周りがそういう人の方が信頼におけるっていうので、うん、まあ、正解を導いてくれるって感じですね、はい、うん、のでやっぱりこの成功者にサイコが多いっていうのは、うんうんうん、いやまあ冷静に冷静にこうなんか心通わない冷たい決断をせざるを得ない時とか、会社とかですよ、経営者とかじゃないですか成功者っていうと、はい、そうすると本当はこの会社の成長のためにはこの人を切らなきゃいけない、はい、みたいな判断が、共感力が高いとわこの人のその人の気持ちになって、あこの人の家庭どう、はい、この人の家庭どうなるんだろうとかいろんなこと考えて決断できないみたいなのが、はい、最後だと、まあ、そんなこと言っても会社のためにやらなきゃいけないからってこれ切れちゃうみたいなっていうところですね、うんうん、あとはまあこの例えば博愛主義者、はい、世にいる、うん、例えばマホトマガンジーとか、うん、マザーテレサとか、はいはいはい、っていうのが意外に博愛主義者は、うん、例えばガンジーは周囲に冷淡だったらしく、うんうんうん、妻や二人の子供たちからは残酷だったと言われ、うんうん、マザーテレサも彼女が援助した子供も含め、うん、近しい人たちはには冷淡だったようだと。サイコってやつですかね。本当だからこれは、うん、博愛や人間愛が共感からもたらされる、うんうんうん、わけではないと考えれば、うんうんうん、不思議もないと、うんうん、アインシュタイン、ガンジー、マザーテレサ、うん、あるいはそれ以外の多くの偉人たちも低い共感力によって偏狂な部族主義を脱し、うん、より広い視野で自分とは異なる広い人たちの幸せを真剣に考えた。バランスですね。そのためには傷つく人がいてもしょうがないみたいなとこですよね、はい、そのために家族が苦労してももうしょうがないっていうのが、うん、この人にはホルモンバランスでそういうのがある、はい、で、まあ、仕組みとしてですね、仕組みとして仕組ま、僕の中では僕の使い方だと仕組まれているって言っちゃうんですけど誰が仕組んだんだこれをって誰がですもんね。でなんか天に唾を吐きたくなるんですけど、うんうん、まあ、違う、仕組まれてようが仕組まれてなかろうがですもんあるって話ですねそう